ノーマン・サガードアメリカ合衆国の科学者、アメリカ海兵隊隊員、海軍飛行士、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。1995年3月14日にソユーズ TM-21 でミールエオ -18 ミッションに参加し、ロシアの宇宙船で宇宙に行った最初のアメリカ人となった。サガードは様々な学位取得の要件を満たしながら研究や 教育の多くのポストに就いた。1966年9月、彼はアメリカ海兵隊予備役に入隊した。1967年には大尉になり、1968年には海軍航空士となって、第333海兵戦闘攻撃飛行隊に所属して、サウスカロライナ州のビューフォート海兵隊航空基地で海マイナス4に乗った。 1> 第115海兵戦闘攻撃飛行隊に所属していた1969年から1970年の間にベトナム戦争で163回出撃した。アメリカ合衆国に帰還後はビューフォート海兵隊航空基地の第251海兵戦闘攻撃飛行隊で兵器に携わった。サガードは1971年に学業を再開し、 電気工学をさらに学び、医学の学位も取得した。NASA に加わる前は、サウスカロライナ医科大学の内科でインターンを行っていた。医師免許を持っている。パイロットとしては、2200時間以上の飛行経験を持ち、その大部分がジェット機である。サガードは、1978年1月に NASA によって宇宙飛行士の候補に選ばれた。 1979年8月に1年間の訓練と評価を終え、将来のスペースシャトルミッションのミッションスペシャリストとして任命された。5度の宇宙飛行を経験し、140日間を宇宙で過ごした。1983年の STS-7、1985年の STS-51B、1989年の STS-30 ではミッションスペシャリスト、1992年の STS-42 ではペイロードコマンダー、1995年のミールエオ -18 ではリサーチャーを務めた。サガードの最初の宇宙飛行は、1983年6月18日にフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた STS-7 であった。これは、 チャレンジャーの2度目の飛行で5人の乗組員全員にとって初の宇宙飛行であった。ミッションの間、乗組員はカナダとインドネシアの人工衛星を展開し、カナダが組み立てたシャトルリモートマニピュレーターシステムを用いて初めてのシャトルパレット衛星の展開と回収を行い、自由飛行する衛星と大ビタの変態飛行を初めて行い、 アメリカ合衆国とドイツの初めての共同材料科学ペイロードを運用し、連続流電気営動システム及び単分散系ラテックスリアクタの実験を行い、さらに7つの 8A スペシャルを起動した。この飛行中、サガードは様々な医学試験を行い、宇宙飛行士が宇宙に適応する際の生理学的変化のデータを集めた。彼はまた回転するスパズ -01 を、 シャトルリモートマニピュレータシステムを用いて回収した。ミッションは147時間に及び、1983年6月24日にカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地に着陸した。サガードの次の飛行は1985年8月29日にケネディ宇宙センターから打ち上げられた STS-51B でスペースラブ3号のミッションである。 上昇と再突入の際には、船長とパイロットを補佐した。168時間のミッションで、ニューゼット衛星の展開、リサーチアニマルホールディングファシリティに入れられた24匹の、ラットと2匹のリスザルの世話等が行われた。その他には、ジョフィッシュケルフルイドフローセル、ユリンリーモニタリングシステム、イオニーザチオン、ステーツオブソーラーギャラクティックコズミック、 レイヘビーニュークリーの実験等が行われた。地球を110周した後、1985年5月6日にエドワーズ空軍基地に着陸した。彼の次の飛行は STS-30 で、1989年5月4日にケネディ宇宙センターからアトランティスで打ち上げられた。この4日間のミッションで乗組員は金星探査機マゼランを展開した。これは、 史上初のスペースシャトルからの惑星探査機の展開となった。マゼランは1990年代中旬に金星に到着し、特殊なレーダー装置を用いて金星の表面全体の地図を作成した。さらに流体や化学、電気嵐等の二次ペイロードでの実験も行われた。97時間で地球を64周し、 1989年5月8日にエドワーズ空軍基地に着陸した。ディスカバリーで行われた STS-42 ではペイロードコマンダーを務めた。1992年1月22日にケネディ宇宙センターから打ち上げられた。インターナショナルマイケローグラビティラボラトリー -1 で行われた広範な科学分野の55の実験は11。 各国の科学者から提案されたものだった。地球を128周する間にミッションの主要な目的である材料形成や生命科学における微小重力の影響も調査された。このユニークな実験室で乗組員は2交代制で24時間実験を行った。実験にはタンパク質や半導体結晶の成長に対する微小重力の影響調査等があった。 また植物、組織、細菌、昆虫、人前提の無重力に対する反応も調べられた。8日間のミッションが終わり、1992年1月30日にエドワーズ空軍基地に着陸した。彼にとっての最後のミッションで、サガードはミールエオ -18 の乗組員となった。115日間で28の実験が行われた。 1995年3月14日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、1995年7月7日にアトランティスでケネディ宇宙センターに着陸した。ありがとうございます。